長崎県立佐世保工業高等学校。ここで数学を教えている中村誠さん。中村先生には生徒たちの知らないもう一つの顔があります。授業中の中村先生、生徒たちも真剣に先生の声に耳を傾けます。4人ずつ A と B の部屋に入るっていうのと、4人ずつ2組に分けるっていう違いが分かる人。自分が演奏をするというのが大好きで、演奏することがメインですね。で、学校の吹奏楽部の顧問っていうのはやっぱり、仕事っていうか、僕は生徒と一緒に混じって指揮しながらでも、この前、震災でフェスティバル行った時も生徒と一緒に演奏したり指揮しながらですね、というような感じで、そういう演出、盛り上げる演出ができる吹奏楽部を作りたいなって今思ってます。中村先生のもう一つの顔、それはトロンボン奏者のジャズマン。ここ音色亭は地元の音楽好きが集まります。ここへ来ると必ず注文するというスープカレーちゃんぽん、音色亭の名物メニューです。多い時は週に3回食べに来ていたとか。締めにはご飯を入れて2度楽しめます。なんでこんなに思いつくんですか？遊びよね遊び、美味しい。最初から狙っていったら多分そこに行かんじゃんね。多分遊び寄って、あ、偶然できた、あ、これいいかもしれんって言ったら、その発展系よね、それね。まさにジャズですね。そうそう、ジャズジャズドラマーでもあるマスターに中村さんの印象を聞いてみました。いや、かなり構造的なジャズ面だと思いますね。機会があればあちこち行って演奏活動して、でこっちに帰ってきてまたいろんな話をしてくれて、いろんな人のなんか知り合いとかを、こう佐世保の人と県外の人との橋渡しをやってくれたりとか、かなりアグレッシブに活動するジャズ面だと思います。アポロの後にですね、いろんなライブとかセッションとかに行けばモーニング、ですね、みんなやりますね、これを、まずはこの影響大きいかなと。で、あと子どもたち、先生のところのね、学生さんなんかもそうですけど、あと今まであんまり表に出てこなかった周奏の方とか、やっぱり刺激受けてですね、ジャズをやってみたいと、もう一回やり直してみたいとか、これからやってみたいという方が増えてるっていうのは多分あると思いますけどね。大きいです。もう子供たちもモーニングはなんかやっぱりどの年代にも合うけどですね、日本人にはすごく、なんかやっぱり合うっていうのか、モーニングしたいです、子供たちがいっぱいいて。中村先生の呼びかけで始まった学生や一般の方向けのフリーセッションの会。映画坂道のアポロンに影響された学生たちも多く参加しています。いつもはその担任としては数学の先生ということでいろいろ教えてもらってるんですけれども、その間近でそのジャズをしている姿を見てて、アドリブとかも普通に吹いてるし、すごい本当になんかもう終始ニヤニヤが止まらない感じで、本当にもう感動しました。仲間が集まるとフリーセッションがスタート。テーマ、コード進行があって、それに合ったテーマというのがあって、で
そのテーマを弾いた後、それぞれアドリブ誰がするって目で合図しながらアドリブして、もう長崎はそのビッグバンドが大学にあるから、結構ビッグバンドが多くあるんですけれど、でもその人たちはセッションでは演奏できない人たちが多いんですよね。で、僕はこっちに佐世保に来て、最初やっぱり飛び込みでした時はなかなかできなかったんですけれど、いろいろみんなにこう仲間に入れてもらって演奏しているうちに、まあ少しずつ少しずつスタンダードも覚えていったりとか、ああいうことがあってですね、やっぱり一人一人のレベルが高いなって思うのが佐世保ですね。仕事じゃないところで教員以外の人たちと音楽を通じていろいろ関わっていけば、子どもたちにもいろんなことで還元ができるんじゃないかなというふうに思っております。本当に音楽してないと出会ってない人っていうのがたくさんいて、とても大切な仲間ができてて、で、今それが生徒たちとこうちょっとずつつながっていっている感じなのかなということで、とても今充実しています。その日集まったメンバーが即興演奏を自由に楽しむのがジャズの魅力。優しくも存在感のあるトロンボーンの音色が店内に響きます。まあ、ビッグバンドの文化があまりない分、それぞれの人たちのテクニックがすごく光ってるなと思ってたら、佐世保にずっといようって思いました。楽しくてしょうがないです。